平穏な毎日を大切に生きてきた。友との語らいや母との団らんが好きだった。終わることのない夕暮れがこのままずっと続くと思っていた。それが赤く塗りつぶされた無残な姿の友が目に、焦げた血の匂いが鼻に、今も残っている。そして俺は気づく。心の奥底でその残滓に引き寄せられる自分自身に、俺は知らないといけない自らの運命を。やるしかないか。甘い。力が抑えられない。一気に決めよう。俺の全力で。俺の全力で。よし。なんとかなったね。気がついたかい。
日はいい。魔物を遠ざけ、安らぎを灯してくれる。かつて、灯火の神ソリスが世界を作った。ソリスは何もない世界に大地を作り、人を作った。そしてソリスは大地に光を掲げた。するとあらゆるものが動き出し、時間が生まれ、明日が生まれた。ソリスの加護により、人々は未来と希望を手にしたのだ。そしてこの大陸はソリスティアと呼ばれるようになった。セイル。逃げてきたんだ、故郷から。母さん。セイル。うん。それじゃ。よう。ところで、お？なんだ？どうして？母さん。
そして、俺は明日は必ずやってくる。灯火を頼りに夜を行け。君のその指輪にも火は宿っている。いずれ仲間も光に集うだろう。いいかい、ああ、私は信じている。
うん。